どうも、こんにちは、こんばん。ゆうです。サクセスやっていきます。今回はね、メカニクス高校でね、投手育成をね、初めてやっていきたいかなと思います。イベント1個こんな感じです。相良、北斗、西谷、暁マンモル、芝、神楽坂。この6人でね、やっていきたいと思います。このデッキ、まあ、前さんあつさんですね。このデッキにすると、ジャストフィットのコツと、あと、内無双のコツがね、はい、金徳もらえます。お、もともとついてる、ラッキー。あんまりね、投手育成多分強くないってね、ツイッターで結構教えていただいたので、野球児のお守りとね、招き猫持ってきました。からのもともとは結構嬉しいね。はい、初期値。おー、スタミナと球速は結構いいけど、コントロール最悪ですね。はい、やっていきましょう。評価上げていこうかな。よし。まあ、しらすはね、まあ、投手強、一番強い投手育成がね、できると思うんですけど、まあ、このメカニックス高校でもね、まあ、いい投手をね、作れるようにやっていこうかなと、思います。よっしゃ。この右上にジャストビットのコツが1個あるのと、まあ、ここに内無双のコツですね。上限は、ロジカルポイントの上限はね、ここと、あとここなんで、まあ、ここに1個加えたいですね。はい。やっていきましょう。おっと、相良ちゃんが最後にね、いますね。うん、よし。結構、このユニフォーム好きやな。スタジアムがあったらね、スタジアムでこのユニフォームできたら僕はしますね。しゃ、評価上げようか。で、筋力。よし、OK。まあ、この右上押すともう練習にね、ショートカットいきますね。どうする？これ渋いな。さあ、評価上げたいけどね。あ、早い早いよ。まあ、前触れだけですね。不確定なのは。いやー、ここはね、成功してほしい。これはスタミナ。このスタミナ。あ、これ球速1ですね。よし。終わる。よし。お、ね、ここ行こうかな。8ですね、ちょうどか。3上がるんですよね。3上がるから、まあ、ここら辺までやろうかな。上げて、うん、
スタミナ練習レベル1か。おっと、伸びか休息が欲しかったな、今のは。これどうする。強化上げるか。いいね、やっぱこの新しい BGM めっちゃ新鮮。でですね、ここに変化経験点とかね、いっぱいあって、ここにブースト変化ありますね。こことここかな。うん、コツ、あー、こう順応のコツがあるのか。順応とこうクロスファイヤー、あ、いいやん。でコントロールブーストとかもあるので、あるんでね、ポーカーフェイスだけ潰すか。懐かしい、北斗あんま使ってなかったんでね、結構久々に使えるのは嬉しい。まあ、北斗の金徳ど根性なんですけど、張骨がね、つく、まあ、取得できないので、まあ、ここのロジカルマップからどっかないかな、探そうと思ったんですけどね。内角のコツはあるんだけど、うん、ど根性はちょっと直取りになりますね。あとまあこれ取れますね。次カチューンとリリース、よう気がするな。うわ、これはきつい。はい、ということでセクにやっていきましょう。セクイちょっと意味なんかね、あんま意味なかった。23、あー23上げたいな。オッケー、このコツは低めか。あー、順応のコツは2やから15ポイント必要で、こっちは3もらえるから20ポイント必要なんですね。よっしゃ、やっていこう。ここは駒にやってくれよ。やってみる。クロスファイアのことをね、取りました。うわ、失敗した。マジか、やば。まあでも3回目成功した時の方が、そうっすね、経験点もらえるから、まあ、成功するでしょう。
ちょっと待ってよ、これブーストはコントロールか。コントロールタックやったら行きたいな。あー、急速化122もらえる。どうしよう、変化ポイントもらうか。OK、 まあここを上げていってこういくしかないですね今のところ。これは休もう。マイビがあんまり来ないな。14、うん、ここ行こう。いやー、ここは止まり合わんかったかな。間に合わんかった。いやいやいや、北斗行こうかな。これどうしよう。ブースト、これロジカルポイント獲得量アップが1個もらえますね。これもちょっと取っとこうかな。はい、なんで1個増えましたね。ナイス。まあ告白はもう仕方ないですね。これはいや、145キロ以上上げとかないと結構失敗するんでね。まあ僕結構普段使ってるからもう分かるんですよね、145やね。いやー、これはきついな。お、トリプルタック。待て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 、これ変化ブースト使えるんじゃん。よかった、ため取って。変化ブーストあるないか。変化ブースト、うわ、あ、とりあえず使える使える、ラッキー、よかった。焦る、これですね。おっしゃ、30ポイント消費しての、これどうなる、トリプルダック。あー、いいねこれ。300、あ、400ですね。300か、305ポイント入ってきますね。変化ジャグラーか。やっぱこうやって経験点稼いでいくといけるね。変化結構稼げるな。うわ、これも 35% だけど、これ無理やな。うわ、変化ブースト使えるぞ。やるか。告白間に合わんかったし。 35%。 うわ、超失敗しそうな。やっぱやめとこう。はい、これやめときます。断る。
仏。24。いや、これダブルタックじゃないんで、このスタミナ24の方が美味しいな。コツ。うん、1個取って22もっと後悔しよう。はい、という結果ですね。1500。いや、このセックスさんで伸びるかどうかっすね。伸びるかな。23か。ボス取るか。はい。うん、そうっすね。これ23もらいましょう。来てほしいな、本当に。全然来なくない。サガラの。3。4上がった。ナイス。やる。頼むね。うわ、失敗した。はい、1ですね。やっと鬼来たよ。やっと来た。俺もだよ。手応えのコツつかんで、うん、大丈夫か。よっしゃ、成功した。いやー、ナイス。俺も見たい。おい、どうしよう。筋力ちょっと上げるか。25。これめっちゃ集中するね。やばいね。めっちゃ集中する。よっしゃ。23。これ23もらえるから、あ、60なんだね。ここを解放していかないとね、銀得取れないんで、ここ行こう。はい、で、次、コツは、これ、アレ玉か。よっしゃ、そこ練習渋いんで、出ていきます。
1回目ですね。金徳が復活でしたね、確か。相良ちゃんもね、ちょっと全然使ってなかったですね。ビビちゃん、ビビちゃんコンボないんかな、誰かと。当初の場合は僕ね、コンピューターにお任せでいきます。あー、金星骨やめて、マインドブレーカーは絶対取っときたいな。よし、行きましょう。勝とうぜ。ここに勝たないと予選負けるぞ。よし、神楽坂の金徳イベント3回目って来ましたっけ？来てないよね、まだ。まだ来てないな。あれ玉のコツ。あー、体力回復あるんか。デート行くか。これはどうする。これもデート行きます。出た、千葉妹のなんかそこのお前子みたいな子。これはねちょっと迷うんですけど、ブースト使おうか。ブースト使いましょう。よし、ちょっとね技術が不足しそうかなと思って今使いました。ナイス球速。よっしゃ、成功できましたね。よかった。焦る。16。あ、こ体力回復できるぞ。 OK で次筋力150、45いるんか。5000、これ5000いけるな。うん、今やった感じで思った。5000いける。24。いや、これデート終わらすか。デート終わらそう。4回目ですね。あー、23。うん、どうする、どうしたらいいんだ。
難しいな。難しいね。めっちゃ頭使うねこれ。これどうする？故障かな。あ、なんかラッキー25。あ、これ25行きたい。うん、このロジカルポイントマックス貯めてでも、うん、いいかなっていう感じですね。マックスまで貯めてこれを、これで57なったので、うん、55、57マックスまでなってでも取りたい。これ29。あーでも24か、むず。あ、でもこれでこれでまあマックスですね。使うか、これやってブースト使う。いけるかこれ、ジャストフィットのコツ。いやー、この内ムスのコツはいけるとして、ジャストフィットのコツが微妙。いやー、すごいブーストすごいな。あー、ダブルタック。23。おっしゃ、野球人パワー頼むで。なんやこれ。いや、コントロール上げたいな。低め、ど根性も取っとこう。マイブレ先手必殺クロスファイヤー。うん、 OK、 行きましょう。いや、いい BGM やね。お待たせいたしました、6番。お前もう打たれたら焦る。よっしゃ、かっこいいなこのユニフォーム。オッケー。まあシラスで、シラス育成中のね、この試合中とはまた違う緊張感ですね。まあ、シラスは勝ってくれるっていう確信があるからね。これは負けるかもしれないっていう不安があるからね。よし、1回戦は無事に突破ですね。 OK で、ようやく内無双のコツが手に入ります。オッケー、センキュー。
これいける、こういってこういって100 200ぐらいいるぞ。大丈夫かな、エリート終わらそう。頼むで、これ少し、あーダブルタックある、でも24いく。いや勝てるやろシダス。どうなんだろうね。バントフジ取っか、なんかやってきそうやもんな、セーフティーバンドやってきそうやもんな。はい、ということでいきましょう。ジャストフィットのね、金徳は確か右左右左のバッターが交互に続いたら投手の能力が上がるみたいな感じだったかな。まあサクセスキャラクターでいうと動画は美和ちゃんからしかもらえない金徳ですね。やべえ、これ怖いやん、焦るの。ワンアウト一三抜いて、やばいやばい、ちょっとこのカンパチと佐々木、鈴木や、鈴木だけは危ね、抑えるぞしっかりと。さあ4球目、よし、一点差取ってくれたら絶対守りきるよ。これやばない、ノーアウト三塁、ノーアウトランナー一塁三塁という場面。どうしようこれ、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。2球目ストライク、これで追い込みました。第3球をランナースタート、おい三振、二塁セーフ。めっちゃ頭いいやん、めっちゃ賢いやんシラス。第1球スライダー見送ってストライク、キレのある変化球。第2球2球目ストライク、軽く追い込んでまいりました。あー使うか、第3球を外へ逃げるスライダー、空振り三振。玉畑見事なピッチングです。第1球打ちました、よっしゃラッキー取りました、これで3アウト。打ち損じてくれた、いやうちのチームノーヒットじゃない。先制のピンチです、ワンアウトランナー二塁という場面で勝つ。ちょっと待てよ、これ選手出た、まあ、これシラスですよ。なんかカンパチと鈴木かさえ注意しとったらいける。ただ味方やばいな、この子以外これやばい FF で、ベンチでもう使い物ならへんやば。いや勝つぞ、外角低め、て勝とうで。ストレートは外れてもカウントはワンボールワンストライクです。次は4球目、よし外角スライダー、井上勝つ、オッケー。今日は安打を放っていますバッターの魚井。第9球初球を打ったピッチャー返し、セーフ、アウト、スリーアウトチェンジ。川原メカニクス先制のピンチを迎えます。ワンアウトランナー一塁二塁という場面でイカ、うわなんかこれ天才 X でもしね投手作った時にこれ予選で負けるパターンっていうのが、ね、今もう先のことが見えてきた。野球人の森使ってこれですからね、やばいな、遊ぶコマンド使わなかった。アウトコース低めいっぱいストライク、いきなり150キロ投げました。内角低めシュートは外れてボール、いいところですが外れています。カウントワンボールワンストライク。第4球もストレートはボール、内角低め、だからな膝元外れます。カウントおっしゃ低めだ、空振り三振、ピンチを取る割る、え、メカニクス追加点のピンチを迎えました。ピッチャーどうしたんこれ、ランナー二塁という場面でめっちゃ今見送ってストライク、遅いし、OK。第2球打ちました。ボテボテのセカンドゴロ、アウト。やばこれ。なおもピンチが続きます。第1球直球ストライク、アウトローへ。第2球打った、ファール。いやーこのバッターパワーあるから怖いな。第3球を三振、玉畑見事なピッチングです。今日元気のないチャック。第1球インコース低めいっぱいストライク。第2球アウトローを見送ってストライク、もう追い込んでいます。第3球をスローボール、空振り三振、玉畑見事なピッチングです。おっしゃ、オッケー、あ、怖っ、うわ心臓に悪い、これメカニクス
いやちょっと今一瞬諦めかけてた自分がいる。絶対負けた思ったね。焦るわこれし。やっぱやっぱ気を取り直していこう。23、コツをつかんだ方がいいのか、変化ブーストを残しとく方がいいか、ちょっとこれためとくか、ためとくか、簡単にしとこう。あー、脱三振のコツね、いるね。あと打ち無双行きましょう。1回戦、いやここだよ、ここも怖い。お待たせしました。マジやったらよかった。赤液の方が嫌や。上メカニクス同点のピンチを迎えた。あれとな、これあれ試合やな。投球これから2球目。あぶんね、ナイスキャッチャー。キャッチャーちょっと顔色悪いって。第3球を3球目空振り、少し迷ったか。第4球を超速のボール。よし、これ2ストライクまでは打順はトップに帰って、やりた。今日は打たれたくない。ショートゴロ投げました。初球から打った。ここね、怖いな。なんか知らすの時って結構みんな振らへんけど、この高校とかノーキンの投手育成の時めっちゃ振ってくるよね。第3球を決まってストライク、ワンボールツーストライク。よし、外角低め1回見逃し三振。ここしのげ、ここしのげ。俺見送ってストライク。投球これから2球目。しゃ、第3球をインコース高め、空振り三振。川原、オッケー、1回戦突破。これ怖いなマジで。いやジャストフィットのコツはおそらく取れないかな。ちょっと残念なんですけど。あ、これも上限やったんやね。変化ブーストとか残しときたいけど、ここちょっと筋力上げとこう。はい、いやこっちまでいけないな、さすがに。まあ、逆に言うとこっち、これジャストピット諦めて、こっち、いや諦めたらそこで試合終了やで。こういうのも取りたかったな。270、こっち解放して。2回戦どこだ。激闘第1。嫌な予感。ピンチ1個取ります。はい、オッケー、行きましょう。お待たせしました。オッケー、いいぞ。メカニクス、ここはなんとかしのぎたい。ノーアウトランナー二塁という場面、荒牧。第3球を外角低めいっぱいストライク。第4球をインコース低めいっぱい見逃し三振。まあそうですね、先変化270ポイント稼げるマップがあったんですけど、まあ左側の上限を解放して来てでもね、変化ポイントは入手した方がいいですね。第9打ちました。初球打ち、オッケー。セカンドやばいな。セカンド大丈夫か。メカニクス、ここはなんとかしのぎたい。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で渋谷、今日はショートフライとセンターフライ、インロー際どい球、ボール、いいところですが外れています。カウントはワンボールワンストライクです。次が4球目。オッケー、あー今の入らんかったか。第5球、よし、空振り三振、低めの変。第9ストライク、いきなり155キロ。投球これから2球目。
第3球をアウトロー外れてボール、カウントワンボールツーストライク、投げた見逃し三振、ランナー2人を置いて、キャッチャーの顔色めっちゃ気にしてます。セカンドゴロとファーストゴロ、初球を打ちました。1、2塁間のゴロ、あ、ファーストセカンドとかもスリーアウトチェンジ、まあ、ダンジョンみたいな感じか。はい、ということで2回戦突破できましたね。ここまで来れると思ってなかった正直。もう予選の決勝で僕はもう負けたもんやと思ってたんでね。なんじゃこりゃ、ね、よし27か、最後27、いやどうしようもないもんね。最後27やったらコツ取った方がいいか。そうですね、ここも150ポイント420ポイントはちょっと損したかな。あとブーストもね あるし、あ、ナイトのコツ、ラッキー、よかった、ここ見逃しとった、うん、ということで内無双のコツ、内無双取れましたね。あとドクター K か、伸び20丸 OK、やばいな、怖いな、ここ行きましょう。はい、 OK、 ドクター K 取れるかなっていうところですね。お待たせ、全国の頂点を決める4番メカニクス、先制のピンチです。第1球初球空振り、第2球打ったい当たりだ、ライナー破った、クリーンヒット、肩悪いな。まあ、おそらく、まあ、このデッキだと変化もうちょっと稼げますね。もっと稼げる、77いけると思います。言い過ぎたかな、まあ、66はいけるかな。これはアウトです。第1球1球目ストレート空振り、いきなり155キロシュート見送ってストレート、投球はこれから3球目打ちました。バックしていった、一回ボール球挟むか。第4球はボール、カウントは1ボール2ストライクです。第5球膝元外れてボール、膝元外れます、カウント2、外角低め、2点取られてますね。ここはキレのある、 OK、 振り出しに戻った。メカニクスピンチを迎えました。ノーアウトランナー1塁3塁という場面でモルゴシ、やばいな、ノーアウト1塁3塁、やばい、サードゴロ打ちました、おっしゃ噛みました、ナイス、これでワンアウト、ランナーは1塁3塁変わりません。投げた、初球見送ってストライク、いきなり155キロ、第2球これは見送ってボール、カウントワンボールワンストライク、第3球を見送ってストライク、次が4球目インコース高めいっぱい、ナイスボール、見逃し三振、ギリギリのところに決まった、第1球インローギリギリいっぱいストライク、まずは決めてきました。投げた、これはボール、わずかに外れました。カウントはワンボールワンストライクです。第4球を空振り三振、バッターアウト、最後はやっぱね、ランナー三塁に寄った時ってナイスピッチ使うべきですね。勝ち越しを許すわけにはいきません。ツーアウトランナー二塁という場面で白石、いきません、メカニクスここでピンチをしとけばピーマン残したらいきません。投げた、打ちました、よっしゃナイス、ええとこ、俺やべえやべえ、川畑ツーアウト、うわもうまた体力あるか。ノーアウトランナー二塁という場面で見たり、投球はこれから3球、盗塁決められてるパターンやな。第4球をアウトロー、空振り三振、バッターは3番曽我、第1球初球スライダー空振り、さあ次の投球打った、バッターヒット、やべえ、曽我ヒットを放ちました。バッターライト裏に、お、なんか赤とくん持ってるんか、チャンスかな、あ、やばい、さあ犠牲フライ、やべえやべえ、ちょっと レーザービーム、超レーザービーム、ライトへの犠牲フライ、メカニクス、はい、ということで負けちゃいました決勝は。まあここまで来れたのは良かった本当に。そうですね、やっぱその何ていうん、手動コマンドじゃないわ、まあ、そのコマンドでね集中しすぎて、まあそのイベントデッキにセットしたキャラクターのコツをねあんまり追えなかったっていうのがちょっと反省点ですね僕の中で。あと変化稼げなかったっていうね。
まあ、これをね今後また活かしていきたいかなと思います。7200、まあ、8000はいけるな。よし、最後どうしようかな。まあいいか、気にせずに。はい、ということで、こんな感じですね。ジャストフィットを取れとったら金とか8個になるんですね。いいじゃないか、いいですね。はい、 S4 ですね。ということでご視聴ありがとうございました。もしこの動画楽しんでいただけたら、ぜひチャンネル登録、高評価を教えてください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。